死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。
人で終わる。ユーリ、探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。それはどこよ。死後の世界に近いもの。見えてしまったものにあまり深く関わらない。気をつけないと隔離よに引き込まれてしまう。変わってしまったようね。賑やかではなかった。以前はこれを持って。これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ中に入って。ユーリ、こっちよ。私がついてる。安心して行きましょう。暗くなる前。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真。レンからの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、
他にもないか調べてほしいぞ。愛を感じるわ。それはヨスガが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。
鍵が必要ね。遮影器を使ってみましょう。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。